ステンシルっていうのは型紙っていう意味なんですけど、その型紙に、まあ、インクなりスプレーなりっていうものを吹き付けたりして、絵を作っていくという技法、まあ、そのテクニックを使ってるものが、ステンシルアートの分類に入るかなと思います。ステンシルアートっていうと代表的なのがバンクシーとかに、まあ、代表されるような、あの壁のグラフィティ落書きのアート、ストリートアートっていうところにあるんですけど、僕の作品の特徴としてはよりこう細かい、まあ、あの外に描くような感じよりもより細かく絵画的に細部に、まあ、細密に細工をしていたり、あとは吹きつける時にまた細かな作業を何度も吹き返したりとか着色したりとかっていうことを繰り返したり、とにかくなんか一枚の絵をよりこう細かく作り込むっていうところが一つの特徴としてやってましたね。まあ、もう本当にいろいろで、まあ、僕の場合そこにそのスタイルっていうのがあんまし決めてはないんですけど、ものによってはやっぱ風景だったりとか、色だったりとか図形だったりとか本当に様々で、まあ、日々の中で自分が興味持ったものに対してそれをこう掘り下げていくというか、日々なんか自分の気になるものを見つけているような感じですかね。まあ、ちょっと前までは東京で活動していたんですけど、そことの違いっていうのはやっぱしこう自分の中からこう出てくるものにより直感的になったかなと思ってて、やっぱし東京にいる時には東京の中でのいろいろなこう刺激物があったり、まあ、そこで自分の作品をいかにこう比較して見せるかみたいなことにあるところでこだわってしまってて、だからこっちに来るとやっぱそのノイズが全然ないから、むしろなんか目の前の海だったり空だったりとか、まあ、綺麗なものとかから、さあ自分はどういうものを作るかっていうことをちゃんと考えて、考えれるようになったっていうところが大きいですかね。アーティストとして依頼をしてもらえる、いただく立場にあるので、それに対して答えるというか、まあだからこう職人的に予定調和のものを作るんではなくて、さらにその斜め上というか、それを飛び越えたところでこんなものができちゃったっていう風な驚きを、まあ、与えられる、作品を届けたいなと思ってます。まあ、やっぱしその日本国内でっていうふうには考えてなくて、よりなんかこう世界の人たちに自分の作品を知ってもらいたいし、自分もその世界の人に対してまあ、作品を届けられるような活動をしていきたいなと思ってます。